久保さん、まあ、僕は仮想通貨1ミリも手を出さなかったですけども PayPay には手を出しております <laughs> まああれだけねまああの確定してる要素がありすぎるうーんそれでも手を出さないっていうのはまああのソフトバンクグループがなんで今ソフトバンクグループって多分 1>, 1兆2兆上げてんじゃないかこの前ちょっとあの株主総会僕見てたんですけどソフトバンクあ決算2021年決算をちょっと見てみましょうソフトバンクああこれをもうちょっとあのちょっとああこれじゃないな まあ多分ね、結構上げてると思うんですよね。なんだっけ、いくなあ。あ、ヤフーニュースで出てましたねソ。ソフトバンクグループは2月8日、2021年3月期第3四半期決済発表した。ソンマンさ当純利益が3兆円超えことを振りつつも。 この程度で満足する気持ちはさらさらありません。3兆円純利益ってやばないですかま、いろいろね、まあ、売ったっていうのもあると思うんですけど、3兆5や、<laughs> 3兆552億円ですね <laughs>。これ、純利で3兆552億ってやばないですか純利で <laughs>。ぶと、ぶっ飛びすぎてるでしょいや、ほんとね、 豆腐みたいなね、1兆2兆のビジネスやっていく言うてて、それをもう字で言ってますからねこう。だから嘘だと思うんだったらなんか決算発表のね、なんか資料、僕、まあ、今調べた PDF みたいなの出てきたらそれは見たくなかったんで、ヤフーニュースにも見てますけど。3兆522億の順利ですよ。前年比6.4倍。うん。これ、え、この事実嘘、嘘ですか <laughs> で、そこの傘下で今ね、ガンガン押してるんですよ。てか、LINE と統合したしね、今回、超 PayPay ペペ祭りに関しては、LINE と統合しましたっていうことも、あれでやってるわけですよ。LINE 使ってるじゃないですか。え ?LINE 使ってないんですか ?LINE 使ってるでしょ。LINEYahoo と統合したんですよ。業務提携とかね、したわけじゃないですか。それで超 PayPay ペペみたいなのやってて。でね、すごいなと思ったのが、そのもうね、LINE の商品をもう作って売ってるんですよ。 やばないですかなんかラインの、何の商品だっけなあれ。新しいラインのね、ラインモバイラインの、ラインモバイルの、なんだっけなラインモバイルの、あの、あ、このなんだ、ライモか。このライモっていう新商品も出してますからね。これ広告かけてるし、2 0ギガ2 4 8 0円っていう、l ラインも。 で、ソフトバンクとラインが合,合併はしてない、うん、なんだあの、この関係性になったんで、ラインもっていうのをね、作ったわけですよ。でももうこれ CM ガンガン流してて、もうすぐですよ。めちゃめちゃ早い。この, <laughs> このフレキシブルさやばいですよね。早すぎだろ、みたいな。うん、これはね、やっぱね、ソフト、やっぱ孫さんのこの変化の対応の仕方、変化にどんどんこう、 グイグイ行くのがやっぱすごいなと思いますね。もうスピードがとにかく速いです。マジで。めちゃめちゃスピード速いですね。うん。多分まあ日本の起業家の中であれだけ時代に対応して早くもバン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 行ける人ってまあまあいないですよ。本当に数限りある人ですよ。だからね、まあ、うん、なんかもう決算発表もしてね。 純利で3億、3兆円超えてる企業じゃないですか。それを疑うのかっていうと、これ疑ってたらね、もう、どうするよっていう <laughs>。で、これは、これは信用せず、なんか意味わかんない仮想通貨信用して株んすか、爆上げみたいな。それ、ナンセンスじゃないですか、どう考えても。決算発表してるわけじゃないですか。それ疑ってんだったら、疑うとかそれを知らないというか、うーん。 ないでしょう、うどう考えても。まあ、ほんと今回の、まあ、あのー、ばらまきに関しては、まあ、まあ、まあ、一番最初もね、PayPay ペペ、あのー、発動したところに100億円配って100億円2、3回やってますからね。100億円も、多分2回は100億円キャンペーンやったと思うんですよ。100億円 <laughs>。ばらまき。やばないですか。100億配れるって相当ぶち抜いてますよね。PayPay ペペ。 ペイペ100億円あ第2弾までやってますよね、うん。これもね、僕100億円キャンペーンの時に第2弾から参加したんですけど、1000円を4回ぐらい当てましたね。1000円4回ぐらいそ。めちゃめちゃの恩恵受けてますけど。びっくりしたのが、そのラーメン屋行ってね、ラーメン屋行って700円ぐらいので、ラーメン屋も PayPay であったんで、700円ぐらいのラーメン食うじゃないですか。で、PayPay でね、決済したわけですよ。 でね、あの1000円戻ってきたんですよ、当たって。え <laughs>、ラーメン食ってプラス300円ってどういうことやねみたいなね。ん <laughs> やこれみたいな。だからお金に困ってないんだったら別にいいんですけど、なんか使えるサービスがあって、これだけそんなエビデンスもあって、それもやらないんだったらもう終わりなんじゃないかなと思いますね。うん、いや、ソフトバンクグループの,あの決算発表は、なんか隠蔽してる。 っていうことである。そ、そ、それを信じてるんだったらあれかもしれないですけど。うん、何なんですかね。うん。はい。まあでも少なくても、あの、孫さんの歴史を見てね、今までどんなことをやってきたのかっていう、どういう考えでどういうことをやって事業をこんだけでかくしてきたのかって見れば、疑いようはないと思うんですけどね。う <laughs> ーん。 だま今後本当ね、あの僕はあのセブンイレブンももう傘下に入れんじゃないかなっていう、でもセブンイレブン入れちゃうでしょうね、おそらく、このなだってもうセブンイレブンアプリにもうペ a y が入ったっていうことは、これ多分傘下に入りますよ、おそらく。ソフトバンクグループの傘下にセブンイレブン入ると思いますだから今のうち株買っとくと、確実にね、確実に、このセブンもセブンイレブンホールディングスが、何 合併してソフトバンクグループホールディングスの頃に入ったら100%カバーが上がるでしょ。どう考えても。そう考えてもカバーが上がるでしょじゃないですか。うんん。でもね、あのセブンアプリに僕はあのペイペイが入ったことはちょっとカルチャーショックでしたね。マジかと。ソフトバンクの営業力半端ねえと思う。ちょっとね、青ざめましたからね。本当に青、営業力マジで半端ねえなっていうね。 ちょっと青ざめました、マジで <laughs>。っていう受信をしてる人がどれだけいるのかなっていう話ですね <laughs>。いや、マジすごいことですよ、あれは。本当に。あの営業力半端ないですよ。マジすごいですね。うん、まあ、LINE もね、LINE に関してもやるっていうのもすごい営業力だと思いますよ。うん。どん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 、もう。 時代を作ってきちゃいっちゃうでしょうね。うーん。まあ、インターネットが広まったのも、あの、Yahoo!BB のね、モデムめっちゃばらまいたっていうのが、やっぱ、でかいわけじゃないですか。ネット回線の、あの、金額も落ちたっていうのも、やっぱ、孫さんの間違いなく影響ですから。まあ、すごいですね。うん。はい、ということで、 今回はソフトバンクグループすげえよみたいな話なんですけど、だからそれをね、恩恵受けられるのに恩恵受けないっていうのはなんかもったいないなと思いますね。そんだけリーダー、そんだけその日本にすげえリーダーがいて、ん、恩恵受けられるわけじゃないですか。誰でも。誰でも知ってれば、使いこなしてれば。もったいないなと思いますね。はい。いってらっしゃい。